はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドのシングランクマッチやってきます。サブロムの方を、まあ、順位3桁チャレぐらいですね。なんで、まあ、まだ別に順位そんな高いわけじゃないから、いろいろ構築試せるなと思って、ちょっと、多少並びをね、入れ替えてきました。バンギラスとヌケリンが同居してるっていう、非常に気持ち悪い状態ではあるんですけど、まあなんか、いいんじゃないかと思ってやってます。で、これだったら、まあ、ダイナムドウは投げたいかな、とりあえず。あ、じゃあダイナヌオーね。は確定で投げる。で、ラッキーヌオーにまくられる形多分起きないんだよね。ダイナヌオーをバンギって投げて、ああ、バンギはさすがにサンダー大、大ジェットが重すぎるから、バンギはさすがにないと無理で、こうなるかな。まあ、ラップ考えて、サンダーをダイナで見れるとするならば、別に、抜けにでもいいんだけど、さすがに多分無理、見れない。なんでかっていうと、無限大なね、サンダーの、まあ、振り方にもよるんだけど、火力あるサンダーのダイジェットに受け出せないんだよね。だから、それがきつくて。え、すごいのできた。ゴージャスロイヤルって何？なんかリボンつけてんな。とりあえずダイナから入る。で、まあ、相手多分ここ、一回居座り安定なんだけど、こっち身代わりから入って、ドック入れて、こっち抜けにいないくて、ダイナヌオーバンギだから多分 TOD 勝てるんだよな、でかいから。あ、相手ラッキーいるのがでかいな、ちょっと。サイズあるけど。あー、ラッキーいるから、ラッキーヌオーっていると、ダイナでちょっと、あー、僧侶ちょっとワンチャン負けかねないな。ザシアンもいる。ラッキーザシアンで多分こっちの、バンギダイナ分、以上あるから、ヌオーより、まあ、うん、いや、多分勝てないんだよね。毒から入って。だ毒入れとけば眠るラッキーじゃない限りは一方的には負けないから、よくて。ザシャン来たね。これはいいかな。まあ毒通んないけど。まあ打点がないと思ってくれてるなら、こいつ一回削れば多分勝てるんだよね、TOD は。だから、あとは楽になるんだけど。突っ込んでんだ。巨獣山からしても別に美味しくないな。いや、でもこれ悪くないぞ。こいつを一回マジフレ叩き込めるのめっちゃでかくて。多分イベルの玉熱風台とかだから、半分いかないぐらいの。うん、こんなもんだよね。で、ここヌを引いていいでしょ？ヌオーなんかザシアン受けとしてはあれだな。なんか自己再生だけあればとりあえず成立してるから。ヌオーの技構成も多分もうちょい工夫できんだよな。なんか幅広く見れるように。ステロは入るけど、はい、巨獣さん。で、これでゴッツ目も入るでしょ。で、ラッキーこっから出てくる分にはもう勝ちだから。ラストが誰かによるんだけど。ああ、ザシャンだいぶ削れたな。ああ、まあ、それでも再生だな、さすがに。これ多分。いやね、ラッキー、多分、海王がラッキーで見れなくなってきてるから、まあ、ラッキー、近年の特殊ほとんど見れるから、すごい良かったんだけど、見れないのが結構増えて、もともとそんでバドレックスとか見れないから、まあ、ちょっとどうかなと思って、いじったりしたんだけど、ラストサンダーか。これはモロタで。マジで。バンギ投げてよかったな。多分ラプいたらきつかったんだけど。まあでも言うて、こっちバンギ引きから、ダイヤマ切る話と。まあいろいろあるからね。まあラッキーよりは対面に圧力がかかるかなみたいな感じはあると思うんだけど。ダイヤマに相手レード打っちゃうと結構きついんだよね。バンギがダイヤマ、ダイロックタイミングで相手レード打てないから、さすがに死ぬから、それはできないみたいな話もあって。ボルチェーン。まあ、このサンダーが、相変わらず、超厄介なんだけど、弾か。ここザシアン投げるしかないでしょ。ステロあればね、これに強いんだけど、多分ステロ、ラッキー選出できなくて、ステロ負けない試合、そんな困んなかったから、多分なくていいんじゃないかと思ってんだけど、どうなんすかね。残飯入る。いや、やっぱこのバンギラス、使い慣れてるだけあっていいな。お守るで。
あと釣ってくれると、あー、まあ釣りたくなるよ。サンダー投げてくると思うんだけど。オッケー。で、これでサンダーに砂挟むのと、バンギア回復できる。ステロあったらね、ここでステロ巻きたいから、ステロ欲しいんだけど、まあバンギアちょっと、今シーズン多分使うの僕初めてなんだよね。だから、いろいろ試し試しやろうと思って、とりあえず、サンダーを殺すためのロックブラと、ダイロックが打てるからロックブラと、まあこの手のバンギアは守るがほぼ必須になってて、で、あと、バドレックスに勝つために噛み砕くってなってるんですけど、いろいろ選択肢が。てかまだ僕がバンギア分かってなさすぎるから、こうなってるけど、多分いろいろあるんじゃないかな。ここ、何引いてきても構わないけどな。まあ、溜まって分かってるし、素直に6ブラ打つか。引いてくると思うけど。OK。じゃあもう一戦やっていきます。はい。じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。結局、あの後なんかもう一勝して、なんか僕はプレミしたんだけどもう一勝して、3桁乗って、その次、怒涛のね、20分 TOD で、最後、なんかこっちの方が削れて負けたりみたいなことが起きて、なんかいろいろありました。で、これ、ちょ、待って。で、ドラン無理なんだけどなぁ。レックーザ。あんま無限ダイナ出したくないなぁ。無動。バンギー。つか、あれだな、これ。ドランを殺せるやつで固めた方がいいだろう。バンギー無動ヌオー。バンギー無動ヌオー。ヌオーがいらない話もあるけど。ねえ、どうしようかな。バンギムドヌオでいいよな、でも。多分。ダイナ出す必要な。相手ドラン絶対出てくるでしょ。ヌオはなるべく当てたい。かといって、ヤドラン。ああ、まあでも、ヤドラン悪くないか。だ、なんならヌオよりヤドランでもいい話ある。マンム、いや、ヌオバンギヤドランとかでいいかな。マンム重いけど。こっちヤドラン引けること考えると。なんかこの戦術がいいような気がするけどな。これでいいか。レックザに対して多分ね、無動よりヤドランの方がいいのと、相手霊媒考えなきゃいけないから、さすがに引かなきゃいけなくて。まあ、そこにネット叩き込んで、ドランだったらがっつり削れるし。で、最後レックザ突っ込んでくるの見え見えな場面になったら、あくびから入れば多分いい、間に合うから。ダイアイスとか考えると相手引かなきゃいけないでしょ。オッケー、まず有利対面から。このゲームが始められると。で、まあ、うざいのシャワーズなんだけど。まあ、シャワーズ、うっとしいな。いるか、出てくるかな。こっち無限ダイナとかいたときに結構裏目になると思うんだけど。ああ、まあでも、ドランいるんだったらドラン引けばいいから。関係ないか。いや、シャワーズ入れる理由なくないか。戦術に。こっちでもシャワーズ別に受かるやついないからなぁ。かといってそのために抜けに持ってくるかってそんなバカな話ない。アクア持ってんのまずすぎ。なんかでも生飲み持ってたこいつ、そういえば。結構食らう。70入ったから次ダイマしないと負けるな、こっち。硬い。これ D 振ってるやつでしょ。HD 振ってないとこんな硬いわけないから。あー、いっ一回バンギラス経由すんの、バカらしいな。まあ、切るか。切んないと負けるわけだし。なんか挑発とかやだなと思って、あくび打たなかったんだけど。あくびの方がよかった。いや、アクア持ってるヒードラン。考えつかんけどな。ちなみに、こうヒードランがダイマ切ってると負けで、僕だけがダイマックスを切ってると、ヒードランが死んで、多分ちょっと有利な。ゲーム展開になるはず。まあ、レックザが重いけど、レックザは、ちょっと、型がわかんないから、予測がつかないから、まあ、無理だったら無理。アクハ。次のアクハも、乱数でワンチャン耐えないかなぐらいなんだけど。ちょ、ここで、殺してくんない？ストリームで。まあ、届かないよね、さすがに。ねえ、相手これダイアーク切るかな。突っ込むならダイアークを切る。引くかダイアークを切るかで引くんだとして、サンダーか、シャワーズは多分いない。バンギ引きだな。
で、アドラン、いや、まあヒードランこの HP でだいぶ、切らなそうだけど、バンギ引いて、多分スチルは耐えるから、耐久振ってるドランだから火力そんなないはずで、スチル一発ぐらいだったら耐えるから、砕きでヒードラン殺して、みたいな感じかな。ただ、いやー、でも、サンダー重くなっちゃうのも良くないな。バンギが削れて。うん、ここはか、いやー、これだったら、いやー、まあでももう言ってもしゃあない。言ってもしゃあない、言ってもしゃあない。いや、でもヒードランこの HP まで来たから、こいつでダイマキンで本当にきついと思うんだよな。殺しに行きたい。何が一番裏に通る？岩技考えると、いや、わかんないな。まあ、砕きでいいと思うけど。ダイマしてもさすがにいけるっしょ。自信ではないけど。いけるよなぁ。一技だよ、バンギの。さすがにいける。ヒードラン、着破持ってるヒードラン苦しすぎんなぁ。ヒーター、裏誰出てくる？ここ。ねえ、じゃあ、ロックブラスト押したよ、僕。君が出てくるなら。あ、まあまあまあ。静電気しないのはいい。B 下げろ、B 下げろ、B 下げろ。B 下げろ。アッキー。アッキー、はい。身代わりがあるかないかなんだよな。いや、もうね、こっちね、これで居座ってくるパターンには強い、正直。まあ、身代わりあったらだいぶ鬱陶しいけど。身代わりは本当に鬱陶しいけど、こっち寝れるから、羽オッケー。B 下げろ、B 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 下げろ。噛み砕くにしてんだよ、こっちは。本当は、バドレックス倒す目的で噛み砕くにしてるけど。B 下げて、お願い。あっきなくせ。下げない。まあ、身代わり考えて一回6ブラ打つか。まあ、邪行じゃないって分かったのも結構助かるかな。砕き読みで多分、身代わり押したいと思うんだよな。羽だとちょっと、一回でも噛み砕く打って B 下げたいんだけども。あと、ドラパルトに強いのがいい。一致技で悪技弱点つけるから。なんか、そう、バドレックス倒すのにさすがに悪技ないときついんだなと思って、噛み砕く入れたんだけど。なんか、まあ、元から悪技、余裕あるなら入れたい技だったからね。特殊ドラパとか考えると。まあ、なくても、弱技でなんとかなってたけど、あるなら、あるに越したことはないみたいな。これ、身代わりないな。噛み砕く連打でいいわ。12回打てるからどっかで B ダウン引ける。さすがに。ここ、いやー。身代わりあった時相当裏目か。もう一回6ブラ押してもいい話あるな。3回以上当てればすぐに身代わり割れるから、もう一回6ブラ押すわ。一回。一応。ねえ、これ、バンギ側がね、寝て解決できて、相手のヒードランは回復しないけど、こっちのヤドランは引っ込んで回復してるから、こっちの方が多分有利なんだよね。ヒードランはもうほぼ死ぬ寸前まで削れてるけど、ヤドランは半分以上、半分以上あるかな。いや、でも再生力合わせて多分半分以上あるから、絶対こっちも有利だと思うんだけど。相手めっちゃ悩むな。身代わりはなさそう。まあ、ここまで来たらさすがに身代わりないと思っていいな。耐久ぶりのサンダーの火力しょぼいから。バンギ全然受かるんだけど。ちょ、5発5発5発。いっぱい当てろ。あと2発でいけるくない？砂込みで。おいっぱいです。オッケー。なんとかなって。でか。3桁にマジでサブロモンを戻す。ねえ、多分ドラン出てくるのがきついけど。ドラン出てくるんかな。まあ、でも投げるならここしかないか。ただラスト考えるとこっち一体捨ててもいいわけだから。で、バンギ砂で再展開して倒しに行ってもよかったりするから、いろいろ、まだある。5発当てたのがとにかくでかかった。まあ、言うて、5発いつか当てるし。なんか噛み砕くの D ダウンとかもあるから、あ、B ダウンとかもあるから。こっちの有利には、確率的には、部のいい勝負だったと思うけど。ラストレックザか。ヌオいるから、とりあえず、あれはなんとかなってるんだよね、ヒードランは。
まあ、シバゼットがあると話は別だけど。レックーザの型次第なんだけど、これ。どうしよっかな。ヤドランはまあまあヒットポイントあるね。で、アクア一発、この HP じゃ怪しいか。ただ、もっかい再生力絡めれれば多分余裕がある。突っ込みたいな。今切ってくるんだ。いやー、わかんないけど。でもあのヒードラン耐久ぶりだから絶対さ、草、ソーラビー入れないんだよな。ネットあんだけ入んないの。耐久振ってるもん。剣舞から。これだったらヤドラン捨ててヌオーで見てヒードランを、とかって感じがいいかな。ちなみに、多分ワンチャン掴みに来た剣舞なんだけど、結構入るはず。でかい。だいぶでかい。まあ、ヤドランステかな。相手悩んでるけど、ここ大魔キル以外多分ないでしょ。あ、わかんないけど。どうだろうな。相手も結構番技苦しい選手だったね。自信。さすがにヤドラン死んじゃうと思うけど。お、耐えるんだ。こいつやるな。オッケー、玉舐め稼げたのでか。偉すぎる。まあ、ネット打っとくか。で、これ、ヌオー残した方がいい？ヌオー残るなら残った方がいいけど、残んないなら残んないの別に構わないな。玉舐め考えてさすがに大魔キル。これでドランの草 Z 怖くなくなったから、一発食らって、バンギでだから処理した方がいいのかな多分。あーでもアクハによるなぁ。バンギで多分ドランやった方がいいよなぁ。なんかここ布を投げて、再生連打で処理すれば、一応2体に、あれができるか。いやでも飛行、違う。特殊技だとまずいことになる。バンギ投げて布を引きの方がいいか。わかんない。でも剣舞でしょ？多分特殊技ないよ。剣舞で両刀多分ないと思うんだよな。まあ、あっても最悪この玉ダメ、次バンギで守ってで砂で処理できるから。再生で多分玉ダメを食らいに行くのがいいと思うんだよな。ドラン引きは次、こっち地震でいいから。まあ、ネットでもどっちもいいから。多分大丈夫で。この攻撃、いや、物理型だったら大丈夫。特殊技あったら、いや、C150 で撃ってくるから死ぬよな。種族値150だから。さすがにそれ耐えないか。まあ、頑張ってほしい。ちょ、頑張って頑張って。相手悩んでるけど。ダイジェット。多分、いや、わかんないな。多分物理技だと思うけどな。ヌオーペライから、こんな入るだけで。な、160ぐらい入ったくない？あ、でもこれだったら、ダイマ枯れるから、次玉舐め耐えられても、バンギ投げて守るで砂で、処理効く。と思う。で、ドラン一発でいけるから、ああ。だ多分玉舐めで死ぬんじゃないかな、ここの。きついと思っているが、と思っているが、ジェット、まあ、耐えるなら絶対勝ち。さすがに耐えないか。耐える。多分一発目がちょっと上の乱数で、今のが下の乱数だったな。あ、弾で死ぬならまあヌオ死んでもどっちみちみたいなとこあったけど。オッケー、なんかヌオの生飲み生きたの、あ、じゃヤドランの生飲み生きたのさ、エスバ以外で、あ、バンギラスにたまに生きることあるかな。いや、もう昔の話だな、そんなの。ちょっと新鮮で楽しかったけど。ヒードラン。まあ、ラストはね。地震で。相手、アクハの勝ち筋があったりはするけど、追うほどのものでもない気がするけどな。バンギンアクハ全然入んないから、多分、限界がある。アクハ。これ多分ヌオ耐えないんだよな。さすがに。耐える。耐えるんだ。偉いね。オッケー。
ああ、とりあえずサブロンもう一回3桁に戻せたので、安心しました。また、サブロンも上げ、コンロムとね、交互に上げていきます。お疲れ様でした。